平成26年3月19日、山口県立大学講堂応募会館で、平成25年度山口県立大学、山口県立大学大学院学域授与式が行われました。卒業証書、学域授与、江里学長、ご登壇ください。国際文化学部、国際文化学科卒業生59名代表、池田舞さん。卒業証書、学域、池田舞、本学、国際文化学部、国際文化学科所定の課程を収めて、本学を卒業したことを認め、学士、国際文化学の学位を授与する。今年の学部卒業生324名、大学院修了生11名、別科助産専攻修了生10名、それぞれの代表に学域が授与されました。卒業証書、学域、佐伯恵美。卒業証書、学域、三木三塩。卒業証書、学域、飯谷文明。学域、山崎樹奈。本学、大学院国際文化学研究科国際文化学専攻の修士課程を修了したので、修士国際文化学の学位を授与する。学域、山下新平。本学、大学院健康福祉学研究科健康福祉学専攻の博士前期課程を修了したので、修士健康福祉学の学位を授与する。修了証書、寺脇真美。本学、別科助産専攻所定の課程を修了したことを称する。学生表彰は、学業成績などが特に優れている学生や団体を学長が表彰するものです。遠藤文奈様、今年度の学生表彰は7名となりました。表彰状、中村よし子様。表彰状、下川真也様。表彰状、竹永よしな。表彰状、呉橋梁様。表彰状、中村彩花様。表彰状、山中奈美子様。皆さんはこの4月より社会人となられます。本学での真理の探求に多くのエネルギーを費やしてこられ、その中で豊富な知識を育んでこられました。これからは蓄えられた知識を知恵に変え、繰り返します、蓄えられた知識を知恵に変えて、それを縦横無尽に活用し、社会の中にあって書くことのできない重要人物、存在感のある人材に人になれることを期待しています。私は第一に信頼を得ることだと思います。そのためには正直であるという非常に極めて簡単なことでございますが、金話しも容易なことではございません。今の世の中では正直者が損をする傾向があります。しかし、いかに人の目をごまかしても、またうまく得をしたと思っても、人に知れはしないかという恐れや後ろめたさが周囲につきまとい、心の安らかさは得られません。嘘は
魔物でバレぬように上塗りが必要です。一つの嘘を突き通すには別な嘘を二重しなければならないという古い言葉があります。学僧を育つ、すなわち社会人としての処世の道は極めて単純で、ただただ正直であるということだと私は思います。仰いで天に恥ず、仰いで天に恥ずという心境であってこそ、明るく堂々と力強く生きることができます。今皆さんの心の中には、学業やサークル活動に励んだ日々、そして友人との語らいなど充実した学生生活の思い出にあふれていることと思います。時には悩み苦しいこともあったでしょう。そうした困難を乗り越えて本日を迎えられた感慨は格別のことと思います。県立大学では江里学長さんをはじめ関係の皆様方の並々ならぬご尽力により、時代を担う人づくりを着実に進めてこられました。地域貢献型大学としてグローバル化に対応した特色ある教育の展開や地域再生活性化の取り組みなどにより、県内外で山口県立大学の存在感を大いに高めておられることは誠に頼もしく思っており、本学の教育環境の整備を積極的に支援していきたいと考えております。祝辞、皆さんご卒業おめでとうございます。県議会を代表いたしまして心からお祝いを申し上げます。また本日まで長きにわたり皆さんの成長を願い支えてこられたご家族や諸先生方関係の皆様に対しまして深く敬意を表します。旅立ちの言葉、婚姻屋のごとしと言われるように、4年という月日が私たちの目の前をまさに過ぎ去っていこうとしています。しばらく見ないうちにすっかり春めき出したキャンパスで、今卒業式に臨む私たち一人一人の心は未来への希望で満ちています。これから出ていく社会には今まで以上に試練が待ち受けているでしょう。しかし4年間で学んだ知識や経験を生かし、一つずつ試練を乗り越えていきたいと思います。今後は微力ながらも山口県立大学大学院を修了したことを誇りに思い、今日という節目の日を出発点とし、教育、研究、専門職として携わる者として、地域社会に貢献できますよう日々精進してまいる所存でございます。新しい命の誕生という奇跡の場面に立ち会わせていただき、命を生み出そうとする時の女性のたくましさや見守っている家族の愛のパワー、また赤ちゃんの持つ生命力の強さに感動しました。出産を終えたお母さん方から感謝の言葉をいただいた時には、心からこの道を選んでよかったと思い、くじけた気持ちを立て直すことができました。私たちはこの手に託されたすべての命を全身全霊をかけて守っていきたいと思います。以上をもちまして、平成25年度山口県立大学山口県立大学大学院学域授与式を終了します。式が終わると会場の外では村岡新知事と卒業生がにこやかに交流しました。すごく気さくに話しかけてくださってとても嬉しかったです。これから の自分の活動について伺っていただいたんですけども、自分の研究を生かしてこれからも頑張っていくようにというような言葉をいただきました。これは私の卒業式。 I can't leave Kendai
じゃあ、Nice to see you. お前の物資があった。俺、お前の物資について言いたくない。まーちゃん、お前、俺嫌でも一番ってか。おめでとう、皆さん。先輩、おめでとうございます。俺すごい、自分にとってすごい刺激がたくさんあって成長できた4年間だなと思いました。私、東京にちょっと就職で、はい、地元も長崎なんですけど、まあ、離れるんですけど、まあ、頑張ろうと自分で決めた道なんで一生懸命頑張りたいと思います。そうですね、私社会福祉学部だったんですけど、まあ、福祉と全然関係ない企業なんですけど、やっぱり社会福祉でこう人との関わり方とかそういうことを学んできたので、これからの社会でもこの人と関わる上で、まあ、生かしていけたらいいなっていうふうに思います。4年間最高でした。卒業したくない、したけど、いや、もうとりあえずなんか頑張ってきたこととか、なんか苦しかったこととかもあったけど、それ乗り越えれたけ頑張れると思ってこれからも頑張ろうと思います。自分にとって本当に成長できた4年間でした。僕は今から図書館の方で働きます。末っ子というか2人兄弟の下の子なので、こういう大学生活の最後だなと思って、で自分もここの卒業生なので、とても感慨深く、はい、出席しました。はい、卒業後はですね、防府市にある私立高校で英語の教員として働きます。そうですね、まあ、いろいろ楽しく充実した4年間やったと思います。卒業後は地元に帰って看護師する予定ですね。貴重な経験、特に人間関係をすごい築いてきたんで、まあ、この人間関係が自分にとって今後大きな力になると思うんで、まあ、それを忘れずにこれからも多くの人と出会って、人間味あふれるというか、そういう人になりたいです。卒業後、私はちょっと広島県の庄原市というところに帰って、まあ、大学で街づくりについて勉強してきたので、今度庄原市地域おこし協力隊という役職のもと、実際に街づくりを今度は実践していきたいと思います。今日まだちょっと卒業したっていう実感がわからないんですけど、多分これからどんどん徐々に湧いてくるんじゃないかなって思ってます。この4年間は学業もですけど、それ以上にボランティアとか、あとすごいいい仲間たちに、仲間とか後輩に会えた4年間だったんじゃないかなと思います。卒業後は地元の病院で MSW として働きます。はい、はい、卒業するんだなって思いました。そうですね、まだ実感はないですけど、まあ、これから頑張っていこうかなってすごく思いましたね。はい、そうですね、私は地元に帰って、はい、地元の企業で、はい、頑張るつもりです。はい、そうですね、地元の方に帰って、まあ、こうゆっくり自分なりにマイペースにやっていきたいなって思います。努力は必ず実るので、皆さん一生懸命勤勉に励んでください。そうだぞ、俺たちはビッグになってやる。いくぞ。卒業生の皆さん、山口県立大学で学んだことを生かして、これからも社会の中で頑張ってください。私たちも皆さんに続けるよう学業や研究に励んでいきます。